筑くば転反対闘争は、東京教育大学が、筑波研究学園都市構想に乗って、大学キャンパスを移転させようとしたことに対して、学生、院生が移転反対、審議過程の民主化を主張して起こした反対運動。1967年7月には、ピケットストライキが、1968年6月下旬から1969年2月末までは、 バリケードストライキが行われた。東京教育大学では、学部キャンパスが3カ所に分散、キャンパスの共愛を訴える学部があったことから、自主移転を検討したが困難であった。1963年に起きた、筑波研究学園都市への移転が浮上したが、大学の最高意思決定機関である、評議会での強行採決があったなどのことから、学生らが移転反対。 審議過程の民主化を主張して反対運動を起こした。1967年6月に始まったストライキは夏休み中に収束したが、1968年6月下旬からのジムムネ封鎖を含むストライキは長期化した。ちょうど学外でもベトナム反戦運動や各大学で正規した様々な問題に絡んで全共闘運動が 盛んになった年でもあった。1969年の入学試験は体育学部では実施されたが、文学部、理学部、教育学部、農学部の4学部では中止され、この年には体育学部以外では新入生がいなかった。1969年2月28日に大塚、駒場の両キャンパスに教授会、 評議会の合意なく学長の選断で、機動隊が導入され、授業再開に6ヶ月以上を要した。1973年9月25日に、筑波大学法案が国会で成立し、同年10月1日に、筑波大学が、開学発足。翌1974年4月には、筑波大学に、第一期生が誕生した。東京教育大学は、 1978年3月31日に、その幕を閉じて、閉学するに至る、通史的、スライドショー。東京教育大学は、キャンパスが3カ所に分散し、文京区大塚には、文学部、理学部、教育学部が、目黒区駒場には、農学部が、渋谷区旗ヶ谷には、体育学部があった。すべての国立大学がそうであるが、 教育大は1949年に新生大学としてそれまでの4つの学校を統合して発足している。その経緯でキャンパスが分散したタコアシ大学だった。キャンパスが分散した上にそのキャンパスが狭かった。1962年当時に大学院を持つ国立大学としては敷地が全国最小だった東京大キャンパス写真集。 大学の最高意思決定機関である、評議会で、62年5月に、語学部統合問題として浮上した。9月28日評議会では、適当な敷地を見つけて語学部の統合を行うこと。その検討は、評議会の会内組織である、施設省委員会が当たることを決定した。1962年に八王子などへの独自移転を、検討した。 とりわけ本格的に交渉されたのが、八王子南部、東松山、原町連、八王子北部の4カ所であった。しかし、独自移転の実現は難しい。予算措置をどうするのか、どのようにして、用地買収をするのかを中心に、多くの困難を伴い、全くの失敗と言える状態になっていた。教育大学新聞に、次の記事がある。 以前から語学部が一つの地に集まることと、敷地を拡大することが望まれていたが、現在評議会の施設省委員会で検討が進められている。この問題は、旗ヶ谷の体育学部の敷地が特に狭いため、同学部が積極的に働き、他学部もそれに同調して進められているものである。これまでに第一の候補地として、府中が挙げられていたが、 現在そこはアメリカ軍が使用しており、今後も当分返還の見込みがないため、他の土地を探していた。最近になって、八王子市の南3キロのところに36万坪の土地が候補地として挙げられるに至った。そこで、同意委員会でも現地の視察を行った。そこは交通の便も良く、環境にも恵まれているが、民有地であるため、 その買収には相当の困難が伴う模様である。さらに現在東京都もそこを没として使用する計画を進めており、すでに年内に手付金3億円を支払うとの話もある。大学側としては、その方の動向を見た上で都が買収しない場合には、その地への大学移転を本格的に計画する予定である。教育大学新聞に次の記事がある。 候補地として注目されていた八王子南方の36万坪の民有地について昨年春東京都が墓地にすることを諦めたため教育大学が正式に交渉に乗り出した。三輪学長も現地を視察し立地条件には満足しできれば移転をというところまで行った。しかし本年に入って現金化を急ぐ地主側から返事を迫られ 12日に臨時評議会を開いて検討した結果、10億を超える予算を早急に取り付けることが無理であることなどから、この問題は一応白紙還元することになった。62年6月に学長選挙が行われた。56年7月に就任した浅永信一郎教授の人気満了に伴い、新学長の選出が必要だった。 その後の大学運営の姿勢をめぐるものとして、学内の注目を浴びた。学長第一次投票には助手なども参加できるが、第二次投票では、教授会構成員のみが、選挙権を持っていた。学生自治会は、推薦候補になった3候補について、新任投票を行ったが、その結果は、梅根悟教授2304票、三輪の友教授203票。 石三次郎教授110票だった。学長選、第1次投票で3位、第2次投票で1位だった、三輪の雄氏が、第3次投票で過半数を得て、学長に選ばれた。梅根教授は、学生間で人気があったが、教授会構成員レベルではリベラルに過ぎるとして、反発する人もあり、一方の三輪教授については、学生運動への抑圧的な姿勢が懸念されていた。 三輪の智学長の誕生を学生は歓迎しなかった。6月18日22日の2回にわたり、三輪の教授の学長就任及び大学管理制度、教員養成制度解約に反対し、事実上のストライキが行われた。その後9月18日には、掲示板に学生が貼ったポスターを学長の指示で撤去するなど、学生との圧力が始まった。 1963年8月27日に、筑波研究学園都市建設の閣議決定が発表された。この計画では、研究学園都市の中核的施設の一つとして、国立の総合大学が構想される。国立の総合大学を置くためには、国立の単科大学の統合もあり得るが、現実的でない。文部省には、大学新設の意図はなかった。 そうなると、都内の国立総合大学を移転させるか、茨城大学を水戸から筑波に移転させるしかない。都内の国立総合大学は3つだけだ。それを考慮すれば、この計画に合わせて、筑波に移転する大学としては、教育大学が唯一と言えるほどである。こうして、教育大学の筑波移転問題が浮上した。 教育大は、筑波研究学園都市建設の閣議決定以前から、その事務局である首都圏整備委員会と連絡を取り、計画を知らされていた。研究学園都市は、貿易自由化に対処して、国際的水準の研究体制を完成することを、目指していた。理科系中心の研究学園都市構想である、首都圏整備委員会にとって、 理科系学部をも有する総合大学だった、教育大は、学校の対象だった。教育大では63年9月3日以降、相次いで、臨時教授会が開かれ、この問題についての検討が重ねられた。1963年9月7日に開かれた、評議会での、各学部の態度は、以下のようであった。体育学部と農学部は、条件付け賛成。 教育学部も条件付け賛成であるが条件については今後詳しく検討する。理学部は慎重論が多くなの日までには結論が出なかった。文学部も慎重論が多数を占め16対50で今すぐ移転することには反対だった。工学研究所は無条件賛成だった。この条件付け賛成の条件とは政府、首都圏整備委員会の言うような あらゆる面で理想的な研究学園都市ができるならば、はじめは多少の不便もあろうが、この機会に移転しようというものだった。また、分離療学部の新調論とは、政府側が理想的な新都市を作るために、どの程度打ち込むか疑問だ。たとえ、やる気があるとしても、このような大規模な文教予算は財政的に出せないのではないか。またこのような重要事項は、 どういうものか見通しもはっきりしないままに決定を早急に下すことは無理で少なくとも1年くらい検討することが必要だというものだった次回の臨時評議会は9月13日に開かれたがここでは早急に結論は出さず今後も徹底的に意見の調整を図るということで決定を保留したこの頃教育大文学無事誓を握っていた 構造改革波形の強制は、つくば移転に反対していなかった。移転問題は単に移転の可否を問うているのではなく、科学技術革新に、いかに対処していくかが問われている。材料不足で、まだ結論は出せない。教育大の発展も、十分に考慮する必要はあるが、単に教育大の問題ではなく、全国の学生、学問研究者の問題でもある。また、 これを契機に、学内民主化を図り、審議課程への学生参加を求めたいとの論調であった。しかし、文部省、大倉省では、研究学園都市構想に予算をつけて、土地買収を進めるためには、具体的な計画が必要であり、そのために教育大の早い結論と、意思表示を求めていた。ただし、64年度予算として、教育大の意思表明なしに、 用地買収、仮設道路建設費147億円の予算要求が認められた。1964年11月の新聞一面記事要約、政府は、筑波山麓に研究学園都市建設を決め、首都圏整備委員会を中心に検討を進めてきた。その具体案がまとまり、近く総理府内に、研究学園都市建設推進本部を設置する。 つくば研究学園都市は10年後に完成、人口16万のニュータウンが誕生する。63年9月の閣議で、つくば研究学園都市の建設を決め、首都圏整備、建設省、文部省、科学技術庁などの関係各省長官で移転する政府関係研究機関、国立大学、民間研究所、私立大学の選定を進めてきたが、26日の 各省事務次官らによる官庁移転閣僚懇談会幹事会で最終的に調整資格議で決定する。移転する研究所、大学は下記の通りだが国立研究所が42、国立大学が2つで民間は研究所関係が申し込み263社から22、私立大学は33校の申し込みを22校とした。規模は 全体で3300ヘクタールで、研究所や大学の敷地に当てられる部分が2140ヘクタール、残りが市街地となる。住宅公団が事業主体で総事業費は4000億円。政府が3000億円、民間が1000億円。建設用地は64年度に茨城県と地元で折衝が開始され、買収は難航を極めていた。しかし、 このほど話し合いがまとまり、65年度から住宅公団が160億円の予算で宅地造成を始める。66年末から67年度までに各研究所、大学の移転が始められ、74年度中に完成する。移転が内定している国の試験研究機関、通産省イコール軽量研究所、機械試験所、電気試験所、東京公ミ。 発酵研究所、繊維工業試験所、地質調査所、産業工芸試験所、資源技術研究所、工業技術院本院の一部、農林省イコール農業技術研究所、農地試験所、畜産試験場、園芸試験場、農業土木研究所、産地試験所、食料試験所、家畜衛生試験場、食物ビールス研究所、林業研究所、炭水区水産試験所、 建設省イコール土木研究所、建築研究所、国土地理院、文部省イコール統計数理研究所、国立国語研究所、厚生省イコール人口問題研究所、栄養研究所、予防衛生研究所、衛生研究所、国立んセンター科学技術庁イコール金属、材料技術研究所、共同利用施設、防災科学技術研究所、 運輸省イコール高層気象台、気象研究所、気象大学校、労働省イコール産業安全研究所、国立大学、東京教育大、東京外国語大学1966年10月28日、評議会の席で、三和学長が、若森太郎文学部長に対して、学部をまとめられないのか、と罵倒した。 これに対して、若森太郎文学部長と二人の評議員は11月5日に、抗議の辞任をし、文学部教授会は、学長、評議会に抗議して12月初めまで、評議会出席を拒否した。学長と文学部教授会との溝が広がった。学長イコール移転推進派の焦りが表面化した、ものと受け止められた。1967年6月10日。 評議会は、筑波に土地確保を希望することを、文部省に表明することを決定したが、文学部評議員はこれに反対して退席した。大学としての意思決定をめぐっての、学長イコール移転推進派と、文学部教授会イコール移転新調派の決定的な亀裂になった。従来は、評議会での決定は、全会一致で行われていたが、この決定は、 文学部教授会選出評議員の反対を押し切っての異例の多数決決定になった。学生は6月14日に約400人が6.10評議会決定博士撤回を要求して本館前集会を開き15日まで授業表記を続けた。さらに6月19日には文学部学生大会が6.10 表議会決定白紙撤回を要求して20日から3日間のストライキを決定し、ピケットストライキに突入し、以後4波まで26日間のストライキを続行した。他の学部でも7月4日に理学部学生大会が6.10、表議会決定白紙撤回を要求してストライキに突入、7月5日に教育学部学生大会が6.10、 表議会決定博士撤回を要求して、ストライキに突入。7月11日に、農学部学生大会が、6.10、表議会決定博士撤回を要求して、ストライキに突入と、体育学部を除く全学に抗議ストライキが波及した。これらのストライキの背景には、移転反対よりは、移転推進派が、 従来の全会一致原則を破っての強行採決をしたことへの抗議も含まれていたと考えられる。しかし、学生らの抗議活動は夏休み中に運算無償し、夏休み以降に継続することはなかった。夏休み後に開かれた学生大会は低速数に満たなかったので、ストライキなどを決めることができなかった。1968年6月20日には、 表議会が、つくば移転のための調査費、約2700万円の計上を決定した。当然、文学部表議員は抗議の退席をしたので、文学部不在の決定であった。6月25日文学部学生大会は、E 館の封鎖を決定。6月29日文学部学生大会は、本館の封鎖を決定し、学生はこれを即時実施した。学生の、 6.20評議会決定反対。運動は、理、教、農学部にも広がりを見せた。理、農学部では7月初めから、教育学部では10月からストライキに入った。学生は9月13日に、全学闘争委員会を結成した。これは、文学部闘争委員会などの、各学部の闘争委員会の全学統合組織という、意味であった。 いわゆる全共闘は全学共闘会議の略であり全学の戦う個人の共闘組織との意味である。両者にはこのような意味の違いがある。68から69年の学生運動を全共闘運動ということが多い。しかし教育大闘争には全共闘はなかった。バリケード闘争になったのは全学党であり反民政系セクトは 格丸派を含めてすべてこれに参加していた。全学党は9月23日に大塚キャンパスをバリケード封鎖した。こうした学生の動きに情報で解決を図る方向として農学部教授会は9月25日に調査費形上の白紙撤回を決定した。しかし、このような情報を認めない移転推進派は10月17日に開催された評議会で この決定を否認した。10月3日、文学部教授の移転賛成派が67年6月10日、評議会決定の指示を表明。11月20日、理学部長に移転新調派の小寺明教授が選出されて12月11日に就任した。しかし、15日に不信任されて辞任する。11月28日、評議会は、 事態打開のための全学集会開催を決定したが、実施されなかった。12月7日、筑波推進派教官による、本学の正常化と発展を期する会が、第1回会合を持った。12月29日、前川峰夫学長代理が、坂田文部大臣と会い、4学部の入試中止を決定した、翌日の閣議での入試中止了承を伝える。 新聞記事。1969年1月4日、入試中止の責任を取って、学長以下の全票議員が辞任した。入試中止の責任を取って、学長以下の全票議員が辞任したが、理学部教授会は交代の新票議員の一人として、辞任した、票議員の一人である、宮島達之を選出した。責任を取って辞任した。 表議員が再任されるのはおかしいではないかという議論もあったものの1月17日に開かれた表議会で新任表議員の5選で宮島を学長事務取扱いに選出した。こうして宮島達沖学長代行が大学にへの主導権を握ることになった。1月18日 宮島学長代行が学生に本館退去を命令したが当然学生が退去することはなかった。2月5日、理学部教授会は大塚地区への学生の入校を禁止するという提案を評議会に対して行うとの決定をした。事実上の機動隊導入と受け止められた。文、京、農の産学部教授会はこの提案を否決し体育学部教授会は 大塚の山学部教授会に一任することとしたので賛成した教授会はなかった。1月18日、1月20日、1月24日と続けて文学部学生大会が開かれた。教学堂を主体とする文学部自治会闘争委員会が主張するバリケードストライキ継続の議案に対して民生系による バリケードストライキ解除の対案が出され、双方は執行して両案は可決されなかった。文字闘技案には、社学堂、中核派連合の修正案があり、対案には、民政系の他に、角丸系、有志連合系のものがあった。1月28日の学生大会は、僅差でバリケードストライキ継続の議案を可決した。しかし、その背後には、負けた時は、 直ちに本館へ向かい立てこもるという方針が、教学堂にはあった。2月8日、全学棟は、理学部の移転推進派教官3人を補足し、大衆断行を行った。全学棟側は、ロックアウト作動の自己批判などの確認書を勝ち取った。しかし、3教官は6日後にはこれを翻し、むしろ8人の学生を監禁罪で告訴した。 2月27日に学長代行は近くの新大塚公園で初心表明集会を開いた。機動隊導入に進むためのアリバイ作りであることが明白だった。この集会への参加学生は約100名に対し、講義に800、全額等500と報道された阻止、講義の土豪に包まれた。2月28日10時30分、大塚。 駒場の両キャンパスに学長代行が先断で機動隊を導入して学生を排除し入校を禁止した新聞記事。これに対し文学部教授会と教育学部教授会は抗議声明を発表した。その混乱の中、ドイツ文学の桜井正虎教授が心筋梗塞で亡くなった。深夜1時過ぎに帰宅した後のことであった。桜井教授は 大正3年生まれ、まだ54歳だった新聞記事。機動隊はその日から少数ながら常駐して、すぐにも応援部隊が来る体制をとっていた。4月19日、全学党は渋谷の大山手協会で教育大闘争報告集会を開催し、多くの学生が集まった。5月22日、これまで移転反対闘争で表面に出ていなかった。 体育学部では学生大会を開こうとしたが学部側はその中止を求めた。これに抗議した体育学部等総委員会が午後10時頃体育学部本館を封鎖した。しかし1時間後には学部長が機動隊を要請して封鎖が解除された。6月23日全学等がキャンパス奪還のため大塚校内に突入し多くの逮捕者を出した。 新聞記事。奪還闘争は数字にわたって行われたが、この日の逮捕者は最多であった。7月4日、マスタープラン委員会が評議会に移転計画を投申したのに対し、全学党は大塚校内で抗議闘争を行った。9月17日には結成された全国全教都による第一回目の行動として教育大奪還闘争が行われた。 新聞記事。このような学生の動きは、しかし、もはや学外に放逐されてしまっていたわけで、大学の管理運営には、いかなる影響も与えることはできなかった。むしろ事態は、授業再開と、学内平常化に向かっていた。学生でも、民生系は、むしろその方向を目指していた。9月30日には、民生系学生主導下に文学部学生大会を、 東大教養キャンパスで開き、ストライキ会場を決定したのである。全学党側は、この動きには関与しなかった。7月31日には、教職員有志518人が、移転決定教皇に抗議声明を出すという動きも、あった。しかし、8月6日には、文学部教授会が、通キャンパス論を放棄した。 また9月16日に文学部教授会が授業を再開しようとしたが、学長代行は、検問なしの学生の入校は認められないとして、学生の入校を認めなかった。このことから、10月6日には文学部教授会が、学長代行の要求に応じ、授業再開の要件として、学生による制約書への署名と、 それと引き換えの入校証を持つ者だけを校内に入れる検問を承諾した新聞記事。これにより制約書入校証方式による文学部の正常化が始まった。学長代行の思う通りの正常化であった。東京教育大学の移転推進派は1967年6月の土地確保表明決定以降7から8月には マスタープラン検討委員会を組織11月7日には評議会にマスタープラン8項目が報告される11月9日にはマスタープラン委員会のワーキンググループを発足させる1968年3月29日にマスタープラン委員会が評議会で構想試案を報告1969年7月4日にマスタープラン委員会が 協議会に移転計画を、投進、1971年6月10日に、協議会が、筑波新大学に関する基本計画案を、決定といった経過をたどって、大学としての、新大学プランを策定していた。しかし、一方では、文部省が、1969年11月21日に、省内に、筑波新大学創設準備調査会を発足させ、 新聞記事、1970年10月21日に、この筑波新大学創設準備調査会で、筑波新大学のあり方についての中間報告を行い、1971年7月16日に、筑波新大学のあり方についての報告を、文部大臣に提出するという、全く別途な、新大学プランを練っていた。 筑波大学をどのような大学にするかについては、この推移を見るだけでも、東京教育大学の意向で決めたものではないことがわかる。両者の根拠である。文部省はこれ以後、医学部不在の件で単価の医科大学を、また3つの教育大学を新設する。特に前者にあっては、本来はその件にある既存の国立大学に医学部を新設すべきなのだが、 すべて短科大学の新設でことを済ませている。その件にある既存の国立大学の評議会、教授会との接衝の範囲をいとった文部官僚の手抜きである。それらの短所でもあった。こうして、1973年2月9日に筑波大学法案が閣議決定され、9月25日にはそれが国会を通過し成立する。 これにより早速10月1日には、筑波大学が開学し、初大学長に、三輪の智夫が就任した。その翌年の74年に、筑波大学としての、第一期生が入学したわけである。筑波大学には、学部制度がなく、学軍、学類制度であるが、74年4月には教育学部、農学部に相当する分野の学軍、学類が開学できなかったのか。 74年4月に東京教育大学教育学部、農学部で学部学生の入学があった。このため、教育大の消滅は分離体の産学部と今日、農の二学部とではスケジュールが異なることになった。分離体の産学部では77年3月の定員消滅に合わせて4年前に最後の学部生受け入れ、3年前に 最後の博士課程生受け入れ、2年前に最後の修士課程生受け入れとなった。一方、教育学部、農学部では78年3月の定員消滅に合わせて同様の措置が取られたのである。この年表は、文理科大学新聞、教育大学新聞宿刷版その他を資料にしている。学生の立場から、文学部教官の立場から移転が予定された。 研究機関にも反対運動があった。1967年12月9日には、移り鍛錬による9.5閣議了解白紙撤回、東洋級実現前と1万人集会が開かれた。この集会には、教育大からも民生系、学生100人以上が出席したと伝えられる。また、この組織は、移り鍛錬速報という広報機関紙を発行していた。 ありがとうございます。